差し向ける悪魔のキューピッド、キューピフェルちゃんでゲス。ほうほう、悪魔のキューピッドとな。してその力とは。この悪魔の矢に当たるとみんなゾンビになってキューピフェルちゃんの優雅ままになるでゲス。おお、チャチャをゾンビにか、それは面白い。しかし本当なのかその力。あ、あ、うわはー、な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 に、な、やめて、やめて、やめて、やめるでゲス。何するでゲスか。あ、ちょっと、ちょっと、やめて、やめて、やめてでゲス。あ、踊らせろ。ブーフー。お、お、ゾンビでマンボウ。私のは大通りでも見ながら棒を待つぞ。行け、キューピッド。マンボウ、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 マンボウ。もういいかい。まだだよ。もういいかい。まだだよ。もういいかい。もういいよ。よーし、探すぞー。ガイト、ガイト、おー、みんなどこかな。あ、お兄ちゃん見つけ。え、いやー、柄間違えちゃった。いいや、チェ。あとは、シーネちゃんだけど、おかしいな。あとはここだけなのにな。おい、ちゃちゃ、ヒント教えてやろっか。あん、ダメです、リーヤさん。え、なんか言った？ちゃちゃさんって、本当に可愛いな。シーネちゃん、みーっけ。もういいかーい。もういいかーい。もう何もかくれんぼで、こんな山奥まで、いくら大きでも長距離のダッシュはヘビーですよ。お前、運動不足だよ、運動不足。乗せてきてやったぞ、体力バカ。ねえねえ、知ってる？ここの神社のキューピッドさんにお願いすると、好きな子と仲良しになれるんだって。へぇ。お参りしてこっか。え？そんな、やだな、ちゃちゃさんたら。おりんちゃんだ。え、もう分かっちゃったの？いや、さすが忍者。どうしよう。そうだ、魔法だ。いや、遊び魔法器を使ってそのエマ法まで使ったとなれば、シネちゃんの名折れつるっこむし。変ね、確かにシーネちゃんの気配がしたのに。わあ、今のはリーヤさんね。待て、目覚めよ少年。お前、あの赤ずきんの子が好きなの。なんでそんなこと知ってるんだ。それは俺様がキューピッドだからさ。キューピフェル。よく聞け少年、俺様こそキューピッドの中のキューピッド、キューピフェルちゃんだ。まあ一つ、赤ずきんちゃんのことは俺に任せてみねえか。はあ、
しかしだいぶキューピッドのイメージと違うもので、そのやう人間姿形で判断しちゃいけねえぜ。俺に任せりゃ彼女はおめにメロメロだぜ。メロメロですか。おおともよ。じゃじゃメロメロで、どうすればいいんですか。ただ一つ問題があるんだよ。何ですか。この体じゃ弓矢が小さくて狙いが定まんねえのよ。ごもっとも。そこでだ。はあ、おめえさんの体を借りるがどうだい。え、もちろんそうすりゃあの子はメロメロで。お願いします。それじゃあ乗り移る時の合言葉は、あっち向いて。はい。作戦その1、優柔不断な奴の弱みにつけ込み体を乗っ取る。確かにチャチャはメロメロさ。ただしゾンビになってからの話、おめえらのやり方とは違うけどな、本物のキューピッドさん。おお、いたいた、赤ずきん。あれがチャチャか。いやー、こら遅いぞシーネちゃん、とっくに授業は始まってる。はい。早く席につかんか、ムチでビシバーシだ。ああ、早く。席と言われてもどこにつけばいいんだ。シーネちゃん。さあ先生、勉強始めましょう。シーネちゃんの席はここだろうが、何ボケかましてるのだ。まったく、こいつ人間の分際でキューピフエルちゃんの首根っこを捕まえるとは。いやいや、チャチャのそばじゃないか。これナイスラッキー。至近距離なら確実に。うれしそうに見てんじゃねえよ。学生は勉強に専念しろ。俺もやりたい、貸してくれよ。バカ、子供のおもちゃじゃねえんだぞ。うるさいぞ、ガキども。いくら温厚な私でもしまいには怒るぞ。はい。授業中は無理か。作戦その2、やはり隙をついて矢を射るしかないようだな。ルルンタルルンタルンタッタ。踊ってられるのも今のうちだ。今だ、もらった。リーダくん、うわ、今日こそデートの約束してもらうんだから。ねえ、しないよ。するする。しないよ。何がどうしたんだ。マリマリリンマリマリリン、今日も大量だ。リーヤくん捕まえた。うわ、やめてよ。リーヤは魚じゃないのよ、狼なんだから。あんたそんなこと言って何よ。でも、うわ、やめてくれ。よし、チャチャをこの隙に。コブだな。シーネちゃん大丈夫？ごめん。チャチャさん、オレンちゃん、どうです、バック転側転できるようになりました？うん、一緒にやろうか。わあ、自信ですね。こうなったら作戦その3。作戦なんだそりゃ。とにかくすかさずイル、シーネちゃん、チャチャに当たるじゃないかよ。当てようとしてるんじゃ、ダホー。さあ、チャチャ、覚悟。バック転、バック転。うわー、危ねえよ。チャチャさん、チーズ。いただき。チャチャ。チャチャ。
天罰てきめん、この世に悪の栄えた試しなし。あんた日直でしょ。黒板消しの仕事忘れてるわよ。休み時間中遊びまくって本当にもう踊って回って伸びていてしょうがないでしょうが。待て、連れて行くならこの矢が刺さってからだ。ダメです。どけ。ダメシーネちゃん、危ないです。そうだぞシーネちゃん。うるさい。おりんちゃん、シーネちゃんがゲッター。ちょっと女の子に何すんの。うるさい、とやかく言うとお前たちも行ってしまうぞ。シーネちゃん、加減にしよう。ええええ、あ行枝のえー、あんたシネちゃんじゃないわね。なんか出て引っ込んだわ。いやー、シネちゃんの中に変なのがいる。この野郎出てこいてめー。おい誰だ、出てこい、早く出てこっか。一体何者なのよ。うるさい、今名乗るから静かにせい。俺様は悪魔のキューピッド、キューピフェルさん。貴様ら、俺様の邪魔をするとゾンビにしてしまうぞ。ゾンビ？何それ、鳥さん？そりゃトンビ。この矢にいられてゾンビになれ、そして俺の言いなりになるのだ。なんだ、悪魔って言ってる割に弱っちいじゃねえか。この感じ、俺が弱いんじゃない、あの体が弱っちいんだよ。ほいほい、納得。シーネちゃんはデリケートなの。さあ来い牛野郎。よっ、しかし狭いな。うるせえ、こらあっち向いて。あほい。あーティーヤ、ティーヤさんに乗り移ったらあのバカ力が。うわ、力がみなぎる。これなら誰にも邪魔はさせん。いいよ。さあこの矢にぶち当たってゾンビになるがいい。そんな、おめでとう。あ、ティーヤ。
様が求めていた体だ。ああ、ちゃちゃ、今度こそ覚悟。終わるーい。結局誰に乗り移ってもダメみたいね。うるせー。やーさ、行こう行こう。こら、待てー。おめえらもう頭きた。覚悟しろ。なんの、いでよ、立て。そりゃ誰や。立てと誰、立てと誰か。いいや、肉ばっか食うなよな。俺は育ち盛りなんだよ。あれやめなさい喧嘩は。ほらおりんちゃん遠慮しないで、もっと食べないと。はい、立てと、ちょっとおかわり。立てと誰、どうしたのお父さん。何がお父さんだ、ボケに使っておめえら全員ゾンビだ。最大の危機だ。ん？大魔王様、我に力を。見て、あいつの弓を。見よ、このパワーアップを。これで人の体を借りずとも弓が入れる。おお、なんと。それ体の方が縮んだのね。パワーダウンじゃないんですか。いちいち突っ込むな。あっさりゾンビにしてしまうのはもったいない。ありがたい恐怖を与えてやる。うわー、どれどれ。ありがとうございます。空には俺様、地上には木ゾンビ、もはやどこにも逃げられまい。さあどうする、チャチャ。何が一体。リンポ、煙がくれ。ラッコちゃんすみません、手伝わせて。タクボードなしそうな顔して人遣い荒いんだから。いいや、シーナちゃん。あ、はい。Oh!
また失敗したようだな。はい、そうでゲスか。それは残念。しかし今度ばかりはやられてよかったでゲス。ゾンビのままではせっかくの美貌が。何そんなに嬉しいか。そうゲス、嬉しいか。今次なる作戦を思いついて嬉しいのでゲス。おお、次なる。はい、次なる。まあよい、そんなに嬉しいのならさぞかし良い作戦であろうな。お任せくださいでゲス大魔王様。はっはーでゲス。全然知らなかった。ドロシーちゃんに妹がいたなんて。それにドロシーちゃんって大金持ちの家の娘だったんだよ。びっくり。ところが妹のドリスってなんか怪しいの。ドロシーちゃんを地下牢に閉じ込めちゃったり、私たちを買収しようとしたり。ドリス、一体あなた何を考えてるの？次回、恐怖、ドロシーの妹。